どうも皆さんこんにちは、ジャックバスです。本日はですね、アメリカンエクスプレスの営業担当入会ポイントについてね、解説やっていきたいと思います。なんとですね、こちらのクレジットカード、 ANA アメックスゴールドクレジットカードですね、こちらに関しては70万円の決済で6万5000マイル、またですね、ANA スカイコイン1万スカイコインがね、獲得できるチャンスですので、ぜひね、この動画最後までね、見ていただけたらなというふうに思います。まずですね、アメリカンエクスプレスの営業担当って聞いたことありますかね。ブログとかね、 YouTube でも営業担当いますので紹介しますみたいなね、感じで言っている方結構いらっしゃるかと思うんですけども、営業担当っていうのはこちらもですね、見たことある方ね、いらっしゃるかと思うんですけども、空港などでアメリカンエクスプレスのね、クレジットカードデスクでですね、入会しませんかみたいな感じで勧誘してる人見たことないですかね。私もね、どういう仕組みになってるかね、わからなかったんですけども、基本的にはですね、個人に営業担当がついているというわけではなくてですね、簡単に言うと営業担当の方の連絡先を知っているっていう感じなんですよね。ですので営業担当の方のね、連絡先を知ってるかどうかであって、特にね、すごいとかね、そういうわけではないんですよね。またですね、営業担当の方の連絡先が分かると、どういう特典があるかという話なんですけども、私の動画のね、チャンネルずっと見ていただいている方だったら、知ってると思うんですけども、アメリカンエクスプレスのクレジットカード自体には紹介制度っていうものがありますよね。既存のクレジットカード保有者から紹介してもらって入会すると、プラスポイントっていうのがありますよね。それがですね、アメックスの営業担当の方から経由で申し込むと、プラスポイントがもらえるっていう感じなんですよね。でですね、先日私もね、ツイッターの友人の方からアメリカンエクスプレスのね、営業担当の方をですね、紹介してもらいましたので、営業担当のプラスポイントっていうのをね、解説やっていきたいと思います。でですね、今回アメックスのね、営業担当のプラスポイントについて解説させていただくわけなんですけども、こちらも一応今やっているキャンペーンっていう感じでね、捉えていただけたらなというふうに思います。というのも、アメリカンエクスプレスのキャンペーンっていうのは結構ね、変更されることがありますので、しかもね、それも突然結構ね、変更されることがありますので、今ねやってるキャンペーンであって、1ヶ月後ね、このキャンペーンの内容が変更ねされる可能性っていうのはね、十分考えられますので、この点はですね、覚えておくようにしてください。それではですね、営業担当経由でね、ポイント解説ねやっていきたいと思うんですけども、まずアメリカンエクスプレスのグリーンカードの場合ですね、こちらは年会費1万2000円のクレジットカードになっておりまして、3ヶ月以内に10万円決済で1000ポイント、20万円決済で3000ポイント、50万円決済で6000ポイント、50万円分の決済分5000ポイントを入れて、で、さらにですね、紹介ポイントで5000ポイントということで、合計ね、2万ポイントが獲得できるっていうキャンペーンになっております。このね、紹介ポイントっていうのが、アメリカンエクスプレスの営業担当のね、方経由で入るともらえるポイントっていうふうになります。次にですね、アメリカンエクスプレスゴールドカードの場合ですね、年会費2万9000円で、発行からね、3ヶ月以内に10万円決済で1000ポイント、20万円決済で8000ポイント、50万円決済で1万6000ポイント、50万円決済分5000ポイントを入れて、さらに紹介ポイントね、1万ポイントがつきますので、合計4万ポイントね、獲得できるといったキャンペーンになっております。それでは次ですね、プラチナカードに関してはですね、既存の紹介からのポイントと、アメリカンエクスプレスのね、営業担当からの入会ポイントっていうのは同じっていう風になっておりますんで、今回ね、割愛させていただきます。それでは次にアメリカンエクスプレスビジネスクレジットカードですね。まずね、ビジネスクレジットカードの一般カードがですね、年会費1万2000円ですね。入会後3ヶ月以内に50万円決済で2万ポイント、50万円決済で5000ポイント、50万円分の決済を入れて、さらに紹介ポイントね、5000ポイントつきますんで、合計で3万ポイント獲得できるっていうキャンペーンになります。次にですね、アメックスビジネスゴールドクレジットカードですね、年会費3万1000円ですね。入会後3ヶ月以内に50万円決済で2万ポイント、100万円決済で2万ポイント、また1年以内にですね、200万円決済すると
3万ポイント、200万円の、ね、決済分2万ポイントを入れて、さらに紹介ポイントが、ね、1万ポイントつきますんで、合計でなんと10万ポイントが、ね、もらえるっていうキャンペーンになります。決済額はですね、かなり高額なんですけども、その分ねもらえるポイントはねかなり高いっていった感じですよね。またですね、アメリカンエクスプレスのビジネスクレジットカードに関しては、一般的な紹介制度で入会するとですね、初年度ね年会費無料っていうねキャンペーンがやっているんですけども、こちらのアメリカンエクスプレスの営業担当からですね入会した場合はこの特典はねないっていう感じになります。またね、アメックスのクレジットカードはですね、メンバーシップリワードっていうね手数料年間3000円がね必要っていう風になりまして、またね ANA マイルへの移行手数料は5000円かかるという風になりますんで、合計ね8000円分別途必要になってきますんで、その点はね覚えておくようにしてください。このメンバーシップリワード手数料っていうのは3000円ね払わなくてももちろん OK なんですけども、こちらは還元率がね下がってしまいますんで、まあ、基本的にはですね入らざるを得ないっていう感じなんですよね。またアメリカンエクスプレスのねクレジットカードっていうのは年間ね ANA マイルに交換するのに上限っていうのがありまして、4万マイルまでっていう風になってるんですよね。この点がねとても注意ということで、年度をまたがってね保有される方はね別にいいんですけども、キャンペーンのポイントだけ狙ってね発行するっていう方は4万マイル以上ですね ANA マイルに交換することができませんので、交換の年間のカウントっていうのは1月1日から12月31日っていう風になっているんですけども、こればっかりはですね獲得ポイントのね時期によって結構変動しますんで、他のね交換先もね検討しといた方がいいのかなっていう風に思います。おすすめとしてはですね、 JAL の特典航空券がね利用できるブリティッシュエアウェイズのねマイルにね交換することはね、まあ、おすすめかなっていう感じなんですけども、この点はね覚えておくようにしてください。それでは次に ANA アメックスクレジットカードですね。まず一般カードからなんですけども、こちらは年会費が7000円というふうになっておりまして、こちらの ANA アメックスの一般カードに関しては ANA マイルに、ね、交換するのにですね手数料がかかりますので、こちらね年間6000円かかりますので、じゃあね覚えておくようにしてください。で ANA アメックスクレジットカードは ANA のねクレジットカードでもありますんで、入会だけでですねボーナスマイルがねもらえるっていう風になっております。一般カードの場合は1000マイルもらえるっていう感じで、入会後ですね3ヶ月以内に10万円決済で2000ポイント、30万円決済で4000ポイント、70万円決済で21000ポイント、70万円決済分で7000ポイントということで、さらにですね紹介ポイントが追加3000ポイントねもらえるっていう風になりますんで、合計するとですね3万8000マイル分がねもらえるっていうキャンペーンになります。次にですね ANA アメックスゴールドクレジットカードですね、年会費が3万1000円という風になっておりまして、こちらの ANA アメックスゴールドクレジットカードに関しては ANA マイルに、ね、移行手数料はかからないという風になっております。こちらもですね ANA のクレジットカードなので、入会でねボーナスマイル2000マイルがもらえるっていう風になっておりまして、3ヶ月以内にですね10万円決済で4000ポイント、30万円決済で8000ポイント、70万円決済で3万4000ポイント、70万円の決済分7000ポイントと紹介ポイント1万ポイントが加算されて、70万円の決済で6万5000マイルがねもらえるっていうキャンペーンになるわけなんですよね。これはねかなりすごいですよね。またですね先日こちらの ANA アメックスゴールドクレジットカードに関しては特典がですね一部変更っていう風になっているんですけども、まあ、詳しい内容はですねそちらの動画ね概要欄に入れておきますので見ていただけたらなという風に思うんですけども、2020年はですね60万円決済で1万スカイコインがねもらえるっていうねキャンペーンがやっておりますので、こちら70万円決済ね達成すると6万5000マイルプラス1万スカイコインがねもらえるキャンペーンっていう風になってるわけなんですよね。これはねかなりすごいんじゃないのかなっていう風に思います。これね一般の紹介制度でねもらえるポイントとアメックスの営業担当からねもらえるポイントっていうのは今現在だとね本当に倍ぐらいまでね違うんですよね。一般的な紹介制度でもらえるポイントだと今ね3万4000マイルとかなんですよね。ですんで営業担当のね今回のこのキャンペーンの方では
70万円決済で6万5千枚ですかね。さらに一番使いコインがつくということですので、かなりねおすすめというふうになっております。次にですね、 ANA アメックスプレミアムカードですね。こちらはですね、年会費がですね15万円ということで、一応ね紹介はさせていただくんですけども、まあ個人的にはですねちょっとおすすめできるクレジットカードではありませんけど、一応ねプラスポイントねついておりますんで紹介させていただきます。こちらも ANA のねクレジットカードっていう風になっておりますんで、入会で1万マイルがねもらえるっていう風になっております。または3ヶ月以内に30万円決済で9000ポイント、70万円決済で3万5000ポイント、150万円決済で1万1000ポイント、150万円決済分1万5000ポイントを入れて、さらに紹介ポイントね1万ポイントつくということで、合計でね9万ポイントがねもらえるというふうになりますんで、これがねそのまま ANA マイルになりますんで、9万マイルがねもらえるっていうキャンペーンになります。まあこちらね年会費15万円ですからね、まあなかなかね厳しいかなというふうに思います。次にですね、今回紹介させていただいたのはアメリカンエクスプレスの営業担当をね通した発行っていうふうになりまして、まあこれを通したことによって今回のキャンペーンのねポイントがもらえるっていうふうになるんですけども、この場合ですね本来クレジットカードの入会ってインターネットでね完結するっていうのがまあ普通だと思うんですけども、アメリカンエクスプレスの営業担当を通してしまうとですね、紙での申し込みっていう風になります。ですので入会する場合はですね、入会の書類をですね一回もらってまたねそれを返送するっていう形になりますんで、ここはねちょっと手間がかかってしまう部分ではあるので、この点だけはですね覚えておいてください。いかがだったでしょうか。今回はアメリカンエクスプレスクレジットカードの営業担当経由でね入会した場合のポイントね解説させていただきましたけども、個人的にはですね紙でね返送するっていうね手間はあるわけなんですけども、入会ポイント自体はですねかなり多くねもらえるっていう風になりますので、もしねアメリカンエクスプレスのクレジットカードね発行検討されている方はですね、ぜひね参考にしてみていただけたらなという風に思います。またですね ANA のクレジットカードですね、 ANA アメックスクレジットカードと ANA アメックスゴールドクレジットカードをね発行される方はですね、 ANA のねクレジットカードっていう風になっておりますので、もしね初めて入会される場合はですね、マイトモプログラムっていうね ANA でやっているキャンペーンがあるわけなんですけども、そちらね通すとですね、さらにANA アメックスの一般カードの方は500マイル、ANA アメックスゴールドクレジットカードの場合は2000マイルがね、さらにもらえますんで、もしね、発行される際はですね、間違いなくね、利用してみていただきたいというふうに思います。既存のね、ANA のクレジットカードを持っている方の紹介番号とお名前ですね、が必要というふうになりますんで、もし発行される際はですね、周りにね、ANA のクレジットカードね持ってる方いらっしゃらないか一回ね確認していただいてですね、もしねいらっしゃらないっていう場合はですね、私から紹介させていただくっていう冗談をね毎回言わせていただいてるんですけども、ひとまずですね確実に発行される際はですね、周りに持ってる人ねいないか確認してからね発行するようにしてください。これでね500マイルから2000マイルね、まあクレジットカードによってね変わるわけなんですけども、もらえるっていう風になりますんで、こちらね取りこぼさないようにしていただけたらなっていう風に思います。今回の動画はね、こんな感じで終わりたいと思います。この動画が役に立った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッターもやってますんで、フォローチェックしてあげるととても嬉しいです。私のチャンネルでですね、こういった ANA マイル、JAL マイル、お得情報、クレジットカード、マリオットボンボイホテル、ヒルトンホテルのことについてね、発信させていただいておりますんで、チャンネル登録してない方はね、ぜひチャンネル登録してあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。